こんにちは、今日の切り抜きニュースは。だから僕の活動っていうのは全然最近ですね、この10年とか前に始まったっていうよりも、もう今から18年前にスタートしてるっていうことなんですよ。で、僕の懺悔告白っていうのはある程度有名というか、僕も紹介してきてるんですが、実はこのように僕が実名で内部告発する前から週刊文春の方にはいろんな情報をですね流してました。僕がバレた原因っていうのが、 NHK 側にバレた原因っていうのはこれですね。70億円でアメリカゴルフ中継、米ゴルフ中継について海老沢さんがですね介入してきたということをですね、これを週刊文春にリークしたところ、こんな秘密情報を持ってるのは立花しかおれへんということで、文春と立花がつるんでるということが、まあ、バレたと。バレていいと思ってたんですけどね。だからね、なんていうのかな、僕がね、その NHK 時代に大した仕事をしてなかったっていう人もいるかもしれないんですが、もうそれはもう全くもって間違った状態でですね、それはですね、もう本当に経営の中枢にいたんですよ。内部告発できるのがすごいと思います。普通は報復人事、人間関係の悪化、解雇を考えてしまい、多くの人は見て見ぬふりをすると思います。立花隆の正義感と信念は受け継ぎたいですね。それではご視聴ありがとうございました。多くの国民が NHK に受信料を支払わないことによって NHK を